どうも山田です。はい、本日はですね4月の復刻コミュニティデイ、今回は立つべ、はい、立つべだから今回の復刻コミデイはちょっとがっつりやっていくぜ、本気だぜというトレーナーさんが多いのではないでしょうか。まあ各有私もですね、いやさすがに立つべ、サスシガボーマンダー、これの激輪をもう一回覚えさせられるよと、そして雨をまた集めやすいと、はい、高校隊長の厳選もできると言われて、うわ最高じゃんと。やっぱね、一回コミデイ来ちゃった対象がね、もう一回基本的には来ないよというふうになっていたところからですね、復刻がされるよとなってね、やっぱりこういう強いポケモンがね来て欲しいとやっぱり思うわけじゃないですか。ということで慣れていく昆虫室、ありがとうございます。ということでいつも通りのですね、上野に来ております、上野公園でやっていこうと思ったんですが、人がすごいの、向こうがすごいの、お花見シーズンでございます。いつもの上野公園とはだいぶ様相が変わっております。はい、まあでもね、去年からね上野公園での花見も解禁されまして、やっぱりねみんなね開放的だと思うんですよ。もうこればっかりはしょうがない。なんでね、ちょっと上野公園でいつも通りねやろうかなと思ったんですけども、これ厳しそうですね。なんなら上野公園に来るまでの道中、あの駅からここ来るまでの間もね人すごかった、だからちょっとあのもしかしたら回線がやばくなるかもしれないんですけども、まあでも、ね、やっぱりホームタウンでね、ポケガツするのがいいかなと思っておりますので、一応上の周辺で立つべバン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 取っていこうかなというふうに思います。で今回の目標ですよね、雨集めもそうなんですけれども、色違いの高校たち、残念ながらね僕ね立つべ強いのは持ってます、色違いも持ってます、色違いで強いのがいない、これをちょっと今回ね頑張って確保したいなと思っております。タスクの方でもね立つべ狙えますんでね、ということで立つべコミュニティで復刻楽しんでいきましょう。はい、ということで、上野公園ね、そもそもまあ割と脇普段からいいんですけれども、コミュデーのね脇が、はい、増やされておりますよと。で今回はねスローに対してボーナスが乗っかります、経験値のボーナスですね。ということでただのグレートでよいしょでかい、ということでまずはここに湧いてる殺兵たちですね、全部一旦ガガガガと捕まえていっちゃいましょう。はい、ちょっとね一番人が多いところからはね避けてきたんですが、それでもまだまだ人がとてもいっぱいいらっしゃいます。立つべ引き続きねちょっとじゃんじゃん取ってはいるんですけれども、多分ねポケ活しようと思うとこの人口密でもどうはねしんどいと思う。こう移り込みを減らすためにね今一旦こう上げてるんですよ、一旦平行にするよ、はい、よいしょ、はい、よいしょ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 よい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 、はい、人が少ないところに来てもこんな感じ、まあ、ちょっとねまあ立つべやる分には実はこれくらい人がいても問題ないんですけども、回線がたまに重くなっちゃうのもあるし、まあ、移動しながらやっていこうかな。はい、来ました。この立つべねタスクさんでございます。ということである程度個体値がいいことはよいしょ期待できるのだが、果たしてどれくらいかな。はい、ということで色違い立つべ1匹目ゲットだって、あざっす、よいよい、君が強いと嬉しいぞい。ボケもちょっとしけだ、まあでも悪くはないでしょう。オッケー、センキュー、はいはいはいと。あ、そうだ、そうこっちのねタスクもそうなんだけれども、普通に今回チケットも買っているの でチケットね1ページ目はもう終わってるはずなんで、少しそっち確認しようか、そっちでも、まあ、高校対地ワンチャンでございますからね。はい、こちらですね復刻コミュデイのリサーチ、よいしょと、ほいっと6、7か、さっきのが8、6とかだったからあんま高くないな、まあ野生バン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 タスクバン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 やりながら、はい、増やしていきましょう。いや天国じゃんね、こんだけタツベいるのはさすがに天国すぎるな。ただまあ野生ってさ、やっぱその個体値まばらなわけですよ、色違いの数が欲しいんだったらね野生ももちろんガンガンやるけど、正直やっぱり強い、強くて色違いが欲しいからタスクだな。ちょっとタスクの消化を僕頑張ろうと思います。でとなるとポケストップをじゃんじゃん回した方がいいから、あんまりね同じところに立ち止まってというよりもポケストップ、回してないところを優先的にみたいな感じで立ち回ろうか。つーか俺今
このタツベイコンビでスタートする時点で自分の手持ちのボーマンだとかどんななってたっけってすれば確認してなかったわ。ちょっと一緒に確認しよう。なんかさ、もう100を実はさ何体も持ってるとかだったらさ、なんかある程度ゆるっとでもさいいかなってね思えるかもしれないんですけど、でもタツベおよびボーマンダが実装されてからもう数年経ってるんですよ。数年経ってる中での僕のボーマンダの引きちょっと見てください。はい、ボーマンダいくよ。ボーマンダ、はい、ボーマンダ、はいはい、こいつね、この子はねしっかりと、はい、100% なんですよ。うん、で100はまず1匹いる。でそれ以外にじゃあ強化してるやついると。あ、では分かった、これボーマンダ&でこれで4、はい、これ答え値 100% 1匹だけ。うん、でこれボーマンダがそうってことはもちろんなんですけども、タツベイもおりません。タツベイ、はいとね、はい、もちろんコモルーもいないよ。コモルーもいません。なんで僕ね長年やってて実はね101匹しか取れてないんですよ。まあね、それでもいるだけありがたいと思えという声もあるかもしれませんが、いや実装されてからこんなに経ってるしな、悲しいって感じ。うん、で色違いよ、色違い、色違いの、じゃあ、ボーマンダ、はい、一応いるんですけど、これ見てね、見て見て見て、なんだこの子たち、なんだこれ。いやそうなんです、僕ね色違いの高個体値およびシンプルにこのタツベイの高個体値にあんまり恵まれてきてないんですよ。さっきさ引いたタツベイ、あの15、11、15、あれでも相当いい方なんですよ。まあ、なのでやっぱ今日は実は僕その割と今回初挑戦のトレーナーさんとかとやりたさ引きたさで言うと結構同じぐらいある。いや使うもん今後も絶対、まあ、メガ枠としても強いしさ、あとやっぱりね人気ポケモンはね高個体値何体でも欲しい。600族の優秀な個体いっぱい欲しい。だからちょっとね今日は割とこの後、普段だったらなんか復刻だし緩くやろうかなとかさ、他のなんか YouTuber さんとコラボしながらとかさ幅考える。僕もクリエイターだから、でも自分のペースでしっかりとやりたい。だって YouTuber である前にさプレイヤーだからさ、うん、自分の欲しいやつはやっぱ素直に欲しい、うん、だからやっぱり色違いの高校たちのためにタスクを頑張ります。このねコミュデー特有のさ、その対象ポケモンを数匹捕まえるだけでこなせるタスク、やっぱねこの中にあるこいつよね。はい、木の実とかボールは正直まあそんななくても、まあでもパイルはありがたいんだけどね。うん、とにかくこれを狙っていこう。はい、ということでタスク開け、あ、色違いじゃなく個体値も微妙ですね。うん、46とかそれくらいが多分多く出てきちゃうんですよタスク。だからもっと上のやつ、じゃんじゃん出せるように、まあとりあえず回数こなすしかねえな。さあ2ページ目を終わらしていきましょうと。あー光らない、でも482か、あ結構強いな。はーい、ちっちゃいタツベイも出ましたね。 XXS、まあデカタツベイちっちゃタツベイは一応取っときたいね。はい、まあただちょっとねやっぱ色違い運がねさっきからそんなに上がっていかない。これはちょっとどうしたことかと、どうしたもんかという感じでは正直あります。数は結構捕まえてんだけどね。お、85か。まあ引き続きタスクなんですけどね。でも結局同じところずっとうろうろしてるとね、そこのタスクは一回クリアしちゃうわけじゃないですか。で今回もこの一個一個クリアも早いからさ、だからちょっとね今ずっと、上野公園からアメ横の方に来ていたんですけれども、アメ横もちょっと移動かなといった、感じですね。ちょっとぼちぼち、まあそうなるとね脇が微妙になったりするからね、どこをどう歩くのか結構重要。合間で出てる園庭とか神剣もちょこっとやっております。さあ1871、悲しい、強くないね。一応色違いだったら嬉しい。どうもい。おっしゃ、野生タツベイ色違いありがとう。待って、今日まだ3匹目だよ、ちょっと出てなさすぎなのでは。まあでもねこういうもんなんだよね僕は。まあでも今日はねやっぱそう、当初も言った通り
数じゃないから、個体値だから。だからいいのよ。よいしょ。むずいね。まあいいんだけど、うん、オッケーオッケーオッケー。でね、やってたらちょうど今16時ですね。はい、あと1。おーおーおーおお、フェーバータイム。フェーバータイム来たね。ありがとう、やった。あ、やった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 。よし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 、オッケー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 。こういうことあるから。そう、コミュニティであるある。うん、なんかずっと出ないな出ないなって言ってたら急に爆裂。うん、これ逆パターンもあるけどね。うん、なんか最初の方にガガガって出て、そこから急にピタッと止まるみたいな、これもあるからね。まあそれはそれで怖いんですけども、あーでも攻撃あるから許してあげよっか。あ、で、あ、そう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 、そうだそうだそうだ、はい、あのね、3ページ目コモルがね報酬入ったやつ、これはねもうかかと終わらせまして、はい、今最終のよいしょっとページですね。よし、でとりあえずこれの報酬受け取りますので、ここから先はまあタスクと野生に完全集中という風になりますね。あと1時間ちょっとしっかりやっていこうか。でラストのボー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 ちゃんはどうだ。あー普通ですね。この子が高校対地だったら嬉しいが、果たしてどうなるのかなと。はい、1566はどうですか。はい、よいしょ。なんか今日運悪いな。よいしょ、5匹目の色違い。まあ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 、数としては正直ちょっと微妙ではありますが、まあ引き続きだね、プレイスタイルは変えずにいきましょうかとか言ってはいるんですけれども、はい、16時21分、もうあんまり時間もないですね。まあ残りの時間でどこまで、よいしょ、タスクをこなせるかという話でございます。子たち微妙。はい、でね、今まではずっと向こう側ですよね。こっちは上野なんですけれども、こっから反対側、こっち側だね。はい、ここから秋葉原方面の方にちょっと向かってみようかなと。ポケストップもね、こっちの方は今日回しておりませんのでね。はい、ということでラストスパート頑張ろう。はい、残り30分のタイミングでまたもや色違い立つべい。なんか今回終盤にかけてちょっと上向いてきてはいますね。でもこれ面白いもんでさ、前半の方がね、いた場所がポケモンの脇ソースは多いのよ。で今ちょっとずつ少ないところ少ないところに移動してるから、多分色違いのねやつもっと減っちゃうだろうなと思ったら逆に上がってる。これ何なんだろうね。ね、ソースが多ければいい、少ないとダメみたいな、別にイコールにならない。やっぱだからリアルラック運だよね。うん、ここが影響してるよなと思うよねと。いやでもやっぱりタスクさんじゃないからね、もうちょっと強い子頑張って取っていこうか。このじゃ道ちょっとずっと秋葉原の駅方面に進んでいこう。取れるかな、頑張る。よし、タツベイタスクチャレンジ3連だね。すごい運よく見つ取れた。はい、1つ目、あー通常からほい、2個目どうだ。あー光らず。3度目の正直どうだ。あーでも個体値は悪くなさそう。あーこういうのが光ってほしかったな。17時でございます。にやばいから達兵が消えましたね。秋葉原の歩行者天国で本日の復刻込みでフィニッシュでございます。はい、ということで、ちょっとあの花粉がちょっとうわーなっておりますので、ちょっとあのマスク失礼します。ということでですね、なんとか、まあ、3時間ちょっとやってみた結果なんですけれども、残念ながらそこまで強い色違い今日はゲットすることが、まあ、あの1匹以上いたけどねって感じですね。この子だけでしたね。はい、486、これを一声超えるみたいなやつはおりませんでした。まあでも一応この子は進化させましょう。はい、で、あの手持ちにですね、あの激鈴今覚えられないしなって思いながら温存していた達兵とか、あとはシャドウの達兵だね、こういったところが結構いました。なのでそういった個体をですね、ちょっとこのあと、19時までの間にですね、ずずいと進化させていこうかなと、はい、いった感じでございます。ということでね、まあ久しぶりの達兵ですね。はい、復興コミュニティデイ。なんか、やっぱこういうね、ちゃんとしたあのミニユーとかもありましたけど、この、まあみんながね、使って強いよと、人気もあるし強いドラゴンタイプとかも、この復興コミュニティデイ普通にチョイスされるようになりましたので、今後ですね、思いました。こいつ、今コミュニティデイ限定技覚えねえんだなと。
うん、で、まあ、すごい技マシンスペシャル使おうかなと悩むようなポケモンいると思うんですよ。そういう子を今すぐその技、うん、限定技が欲しいわけじゃないならば復刻待つ、うん、っていうのも実はありなんじゃないかなと、思います。今回のこの達兵衛ね、こういう結構 これくらいの個体値の子とかさ、こういうのですよ、これ2019年のね、これ達兵衛いますけど、こういうのを取っておいて、こういうね瞬間に進化っていうのは、でも待って2019年か、相当5年前か、5年の温存がさすがにちょっとあのたくさんのトレーナーさんができるかどうかは分かりませんので、全員には進められないんですけども、まあでも、っていう手もあるよということをね、ぜひ知っていただきたいなというふうに思います。まああとはそうですね、個人的にはちょっとあのシャドウね、うん、達兵衛まあまあ持っていたんですけども、あんま強いのいなくてねまあこいつはしてもいいかみたいなやつはいたんですけれども、ちょっと残念ながらもう一息欲しいな、お答え欲しいなというやつばっかりだったので、そいつらの育成に XL の飴を使うかどうかすごく今悩んでます。はい、まあまあまあ、まあ、とりあえずね、厳選の方はこの後頑張っていこうかなという感じでございます。ということで皆様、達兵衛の復刻コミュニティでどんな感じだったでしょうか。よかったら結果をコメント欄に教えてください。ということで今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私もね、 X インスタグラムやっております。よかったらフォローお願いします。ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンターチャンネルございます。もしよろしければこちらのチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。